はい、どうも皆さんこんにちは。今回のはナチュラルメイクをしてみたので、それと私がよく使ってるまつげ美容液の紹介になります。で、最近結構メイクが正直濃くなってるってわけじゃないんですけど、ちょっと顔面がそのちょっとはっきりさせたせいか、前までのメイクやってると結構もうなんか前々回の動画とかおねえみたいって言われたりして、ちょっとふりこさんそんなに濃かったかなと思ったんです。で、なんかそこで思いついたのが、ちょっとナチュラルメイクやってみようかなと思って今回このメイクになってます。で、もう結構薄めにやったんですけど、これでもダメですかね。一応アイシャドウを1色2色のせて、アイラインを薄めに引いて、で、マスカラ塗って、眉毛だけ、あとファンデーションちょっとぐらいでやってます。まあ 5分ぐらいでできるメイクですね。で、やっぱりすっぴんに近い状態、ほぼまあカラコン入れてますけど、だと結構まつげが長くないとちょっと目元が薄くなっちゃうんですよね。で、そこで私が使ってるのがスカルプディボーテのピュアフリーアイラッシュセラムのプレミアムのやつです。普通のもあるんですけど、プレミアムバージョンの方は夜だけ1日1回でいい目元用の美容液ですね。で、これ一応スカルプ D さんとのタイアップでやらせていただいてるんですけど、今回そのタイアップを提案してもらう前に自腹で買ってたっていうやつなので、結構もう2ヶ月ぐらい使ってる商品になります。で、何がいいかっていうと、マツエクにマツエクしてても、私結構もう1年ぐらいマツエクしてるんですけど、マツエクしてても塗れる美容液で、パラベンとオイルとアルコールと界面活性剤とシリコンと合成香料と合成着色料の7つの成分がね不使用なので、で、アレルギーテストも済ませてるんで、結構みんな使いやすいと思う。チップがねふわふわなやつになってて、全体的に塗りやすい構造になってます。私は基本的に夜お風呂に入って顔を洗って、で、出た時の寝る前に塗ってます。で、ヒアルロン酸とオーガニック成分が入ってるんで、結構目元のケアも一緒にできる、アイラッシュセラムになってます。使ってみてもう2ヶ月ぐらいだから、2ヶ月ぐらいの感想としては、結構下まつげの方も結構張りと腰が出てきて、結構まつげクにも負けにくいまつげになってきたなっていう感じがします。アイラッシュセラムの紹介はこれぐらいにして、ナチュメのメイクの方に移っていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。一番最初にラメがちょっと入ったブラウンのシンプルなカラーですね。これをアイホール全体にのせていきます。なんて言うんだろう、ちょっと色味がつくぐらいですね。ワントーン暗いラメのカラーを目尻に入れていきます。シンプルな感じでこれでアイシャドウ終わりです。で、次にこのアイライナーで、アイラインを引いていきます。で、私がいつもやってるようなキャットラインがっつりっていう感じじゃなくて、ちょっと下げるぐらいでシンプルなアイラインを引いていきます。ナチュメですね、私にとって。まあ、人によってはペンシルライナーの方が使いやすいと思うんで、選んでほしいんですけども、私はペンだけで描いてます。ちょっと雑ですけど。で、次にスカルプディボーテのピュアフリーマスカラのナチュラルめが良かったらブラウンで、濃いめがいい場合はブラックを使ってみます。まつげ美容液と同じ成分が入っててメイクしながらまつげができます。で、あとロング&セパレートな仕上がりになって、ダマになりにくい、目元にも優しい、簡単にお湯で落ちる、フィルムタイプになってます。コンパクトカールブラシっていうのを使ってて、短いまつげも残さずキャッチしてくれるので、こういう感じで長くて綺麗なまつげになります。ブラックの方を塗るとこういう感じです。で、リップはナチュラルメイクなので、淡いピンク色か派手すぎない色を使っています。こういう感じになってます。すごい、私にしてはもう本当秒で終わるメイクでした。はい、いかがだったでしょうか。こういう感じになります。で、下でのコメントでね、ナチュラルメイクの方がいいですよとか、こういう方が好きですとか、まあ適当にね思ったことを書いてみてください。大学とか結構基本すっぴんで行ったりたまにするんですけど、ちょっと寝坊した時はね。結構こんなに薄いメイクで
あまり外に出たことはないですね。これで薄いなんかのメイク動画ではちゃんとすっぴんでからやってみたいと思ってるんで、それはまた楽しみにしてください。それではまた次の動画で会いましょう。